激闘を演じた遠藤航リバプール現地の声がこちら。イングランド、FA カップは17日準々決勝が行われ、日本代表ミッドフィルダー遠藤航が所属するリバプールはマンチェスターユナイテッドと対戦。遠藤はスタメン出場。試合は10分にマクトミネイのゴールでユナイテッドが先制。その後お互い何度かゴールに迫るも決めきれない。37分には右サイドでボールを奪った遠藤がサラーにパス。中央に走り込んだ遠藤に戻し、それを遠藤が決め同点。かと思いきや VAR でオフサイドと判定され幻のゴールに。このままリバプール1点ビハインドで折り返すかと思われた前半44分。ハーフェイライン付近でボールを受けたクアンサがボックスまで持ち込み、中央のヌネスにパスを送ると、それを走り込んだマカリスターに落とす。それをワントラップしシュート、これが決まりリバプールが同点に追いつく。47分にもヌネスのシュートをオナナが弾くも、こぼれ球がサラーの足元に。それをサラーが落ち着いて決め、立て続けの得点でリバプールがあっという間にリードを奪い前半を終えた。同点に追いつきたいユナイテッドは後半87分、ガルナチョがドリブルでペナルティエリア内へ侵入しシュート。こぼれ球を拾ったアントニーが右足でシュートを流し込み試合を振り出しに戻した。93分にもラッシュフォードがゴールキーパーと1対1になるも決めきれず、試合は2対2で延長戦へともつれ込む。延長前半15分途中出場のエリオットのシュートがエリクセンに当たり、さらにマグワイアの股下を抜けゴール。リバプールがサイドリードを奪うも試合はすぐにラッシュフォードが決めまた振り出しに。3対3のまま終了かと思いきや後半ロスタイムにアマドにゴールが生まれユナイテッドがベスト4に駒を進めた。遠藤の活躍に SNS 上では、遠藤はすっかり安心感のある、あの幻のゴールは痺れた、彼はゴールも狙えるんだ、遠藤にシュートがあることを忘れていたが、素晴らしかった、アントニーにやられた、ディアスと並んで走りまくる、相変わらず走り続けるマシーン、ミスタータフガイ、などの声が上がっていた。チームは残ったリーグと EL に向けて、心臓となってる遠藤も休まず走り続ける。遠藤の幻ゴールマジで決まったと思った、VAR さえなければ。ユナイテッドはガルナチョが脅威だったな。そしてマクトミネイの決定力な。遠藤マジでボールロスト減ってきたね。安心して見れるようになってる。サラーは絶対に来たチャンスを外さないよな。本当に決定力エグい。遠藤、マック、ソボスライの最強トライアングルが完成しつつあるな。戦って欲しかったわ。EL に続いて、FA カップとかどれだけ過密日程だよ。そして休まずに代表戦だと。遠藤ここまで出て続けて体ぶっ壊れないのか？マジでセンス上げてくれ。死闘だったなぁ。なぜ遠藤は足がつらないのか謎すぎる。本当にタフガイすぎて怖いわ。北朝鮮で怪我しないでねー。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。